ああ、えらい騒ぎになってしもて、これからどないしたらいいんやろ。あ、なんや？これはようやく出たんか。この時をずっと待ってたわ。今回は2023年末から世間を大きく騒がせているお笑いコンビダウンタウンの松本人志さんの性加害問題についてお伝えします。現状、性被害を強く訴えているのは芸能関係の仕事をしていた2名です。仮称として A さん、B さんと呼ばせていただくと、松本さんにその2人をアテンドしたのはお笑いコンビスピードワゴンの小沢和弘さんです。ものすごい VIP の芸人が来るから飲み会においでよ。そんなにすごい方がお越しになるんですか？もしかしてビートたけしさん？いや、それは言い過ぎ。そこまで VIP じゃないから。でも本当にすごい方だし、君にはぜひ来てほしいんだ。そうして小沢さんに促されるままホテルへと向かった女性を待ち受けていたのが松本人志さんと放送作家の方でした。ちなみに放送作家は元芸人で松本さんの後輩でもある、通称サダこと吉田貞夫さんだという噂です。はじめまして。まさかあの松本人志さんだったなんて。おお、よろしく。そんなに緊張せんでええで、楽しくやろうや。はじめまして、放送作家の吉田です。みんなからはサダって呼ばれてます。やっぱ松本さんってすごいオーラを放っていますよね。だだ、変なこと言うなや。でも自分めっちゃ綺麗や。小沢ありがとうな。気に入っていただけて光栄です。あ、ちょっといい？え、はい。いい？松本さんの言うことをしっかり聞かないとダメだからね。粗相があったりしたらこの辺りを歩けなくなるかもしれないからさ。ちょっとそれは。おい、何をこそこそ喋ってるんや。ああ、すみません。もう話は終わりましたから、飲み会を始めましょう。その後、お酒が入った松本さんはその女性に一夜を共にすることを無理強いしたようです。おい、俺の子供を産めや。勘弁してください。被害を訴えたもう一人の女性である B さんも同様の手口で小沢さんに誘われたようですが、 A さんとは状況が少し違ったようです。ビープが来るし来て損はないか。てか何度も断ってるじゃない。私にはどうやら B さんには同棲していた彼氏がいたみたいです。あれ、どうしたの？なんか思い詰めた表情してるけど。え、なんでもないよ。そう？しかしその後も小沢さんの勧誘は続き、 B さんは根負けしてしまいました。指定された場所には松本さん、小沢さん、吉田さんに加えとある大物タレントがいたようです。さらにその場には B さんを含め4人の女性がいたとのことです。みんなこんばんは。こんばんは。小沢、全員業界関係者な？そうなんです。芸能人の卵って感じで初々しくないですか？そうやな、素人が好きやしたまらんわ。松本さんは相変わらずですね。それで自分ら仕事はどんな感じでやってる？はい、私は。最初は怪しさはありつつも穏やかに飲み会が進行していきましたが、松本さんの一言で空気が一変します。俺な、図書館にいる司書さんみたいな人と付き合いたいねんな。ああ、そうですか。よし、そろそろかな。女性陣、スマホは邪魔だからこの部屋に置いといて。今から何が始まるんですか？今からゲームをします。一人ずつ寝室の方に行って松本さんと二人きりで話しましょう。制限時間は1人20分。他の人はこの部屋で盛り上がりましょう。は？何それ？小沢さんの提案に女性陣が呆然としていると、大物タレントが女性の中の一人を連れて別室へと移動したようです。俺はこの子にしよっと。松本さん、失礼します。お前もほんま好きやな。これ明らかにやばいよね。その結果、女性3人でゲームをすることになったようです。
そして B さんが恐る恐る部屋に入った際、増本さんはすでに生まれた時の姿で待ち構えていたようです。何をしてるんですか？別にええや。俺な、君との子供が欲しいね。だから頼むわ。それはちょっと、ごめんなさい。え、ダメな？じゃあ、口で。それも嫌です。そうか。じゃあ手でもええからさ、もう我慢できへんのよ。そしてあまりの必要さに心が折れた B さんは手を使ってご奉仕したみたいです。いやー、この前の飲み会は盛り上がりましたね。そうやな。でもな、手でしかしてくれんかって。あ、そうなんですか。それはちょっと残念でしたね。そんなことないわ。恥じらいがあった方が興奮するし、それくらいの方が逆にええんや。そんなもんですかね。俺的に結構気に入ってんね。なあ、あの子に連絡取ってみてや。そして飲み会から数日後、吉田さんは B さんにメッセージを送りました。松本さんがまた会いたがっていますと。ただ相当恐怖を感じていたためか、 B さんはその申し出を拒否したようです。男女の関係を求めていらっしゃるなら難しいです。その後見切りをつけられたのか、関係者からの連絡は一切途絶えたようです。さらに自分の心の内に秘めておくことは不可能だと判断したためか、 B さんは同棲している彼氏に恐怖の一夜のことを告白したそうです。え、そんなことが。黙っててごめん。いや、それはいいんだけど、大丈夫か？芸能界で活躍したくてずっと頑張ってたんだけど、今まで私は何のために頑張ってたんだろうって感じ。そう思うと情けなくて。このように芸能界全体に絶望を感じるほど心の傷は深かったようです。しかし B さんの受難はまだまだ続きます。もうやめてください。落ち着け。当時のショックが尾を引いて PTSD を発症してしまいました。そしてお笑い番組も一切見ることができなくなってしまったようです。チャンネル変えて。ごめん。当時から9年近く経過していますが、今もなお消えない傷を抱いているとのことです。当然松本さんはそれらの疑惑について否定しますが、相当うろたえていたようです。松本さん、週刊誌に掲載されている記事は本当のことですか？いや、そないなわけありませんや。ちゃんとした証拠ともないんちゃいます？あるんやったら見せてくださいよ。あれ、前に週刊誌に掲載されたら肯定するって言ってませんでしたっけ？そんなことを言いましたっけ？いろいろと記憶にありませんわ。え？松本さん、私たちを取ってどうするんですか？お前らの顔を覚えたからな。あはあ、なんだか随分尻滅裂。松本さんってこんな人だったっけ？当然ですが、松本さんが所属している吉本興業も全面否定。性加害を告発した週刊誌対吉本興業の全面戦争が勃発する流れになるのは必然のことだと言えます。旧ジャニーズに続いて松本人志まで。闇を徹底的に暴いてやる。事実無根だ。状況証拠ばっかりで明確なものがないじゃないか。そっちがその気なら名誉毀損で訴えてやる。そしてその渦中で同様の被害を訴える女性もちらほら出てきているようで、代表的なのは元ミニスカポリスの大塚里香さんです。週刊誌の内容は事実だと思います。私も散々な目に遭わされてきましたからね。大塚さんによると、松本さん主催のとある会に参加した際、恐怖の体験をしたとのことです。大塚さんってほんまに可愛いな。え、そうですか？ありがとうございます。お前もそう思うやろ？なあ。ほんまですね。僕が誘った会がありましたわ。それで、この後はどないしましょう？そんなん決まってるやんか。わかりました。大塚さんはこの後時間あります？二次会をするんでぜひ来てください。あ、はい、わかりました。そうして大塚さんが連れて行かれたのはベッドルームがある変なお部屋だったとのことです。
まさか、嫌です。はあ、ここまで来て何を言うとんね。この後、大塚さんに待ち受けていたのは人格否定とも捉えかねない罵詈雑言の嵐だったようで、一緒にいた後輩芸人も一切助けてくれなかったみたいです。松本さんの言う通りですわ。何があるかくらい普通わかるやろ。さらに宮迫博之さんは千原ジュニアさんなど有名後輩芸人を使うことも多々あったとの情報があります。ああ、あの店の中華料理美味しかったね。ほんとほんと、また行こう。宮迫、あの頃はどう思う？兄さん好みやなって思います。そうやんな。ほな、ジュニア頼むわ。わかりました。君らちょっとええかな。え、はい。なんでしょう、てかもしかして千原ジュニアさんですか？俺のことを知ってくれてるんや、嬉しいな。実はさ、俺なんかよりもっと有名な人と一緒におるんやけど、よかったら一緒に遊ばへん？その後、その OL たちは松本さんが所有しているマンションへと入っていったようです。ここまで見てみると、松本さんが後輩を使って性欲を満たそうとするのが常套手段だったことは明白ですが、実際のテレビ番組で後輩芸人のさんまたまた蔵さんがカミングアウトしたことがあります。それは過去に年末恒例となっていた特番での出来事でした。松本人志について何かないか？ああ、はい。三股か、なんや。後輩芸人に三股またぞってやつがいるんですけど、そいつからの垂れ込みなんですけど。うわ、こいつ昔からまともなこと絶対言わへんね。松本に相談したらしいんです。何かお店をやりたいって。そしたら松本から、お前出張型の夜の店をやれって言われたみたいです。え、これはほんまか。こいつほんま何言うてんねん。お前が何言うてんねん。その後松本が言ったのは、店ができたら俺に使わせてなでした。ああ、兄さんが言いそうなセリフやわ。放送時は笑いで済ませていましたが、今思えば当時からそのようなことが横行していたのではないかと思います。ただやはり情報証拠のみで確たるものがなく、世間的には週刊誌側がいかに物的証拠を提示するかが関心事となっていましたが、2024年1月5日に事態は思わぬ方向に向かっていきます。違う、松本さんは性加害なんかしてない。関係者にこのラインを。はあ、やっと来たんか。はあ、あんなことがあっても松本って普通にテレビに出てるんだよな。まあ収録は事態が発覚する前なんだろうけど、なんかいろいろぐちゃぐちゃになってる気がするけど、今はどんな感じになってるんだろう。それは松本さんを告発した週刊誌とは別雑誌の報道が出たことから始まりました。あ、なんだこりゃ。その報道によると、被害を訴えた A さんが小沢さんに送っていた LINE の中身が流出したようで、その中身は性加害を想起させるようなものではなかったみたいです。小沢さん、今日は幻みたいな素敵な回をありがとうございました。会えて嬉しかったです。松本さんも本当に素敵で、佐田さんも最後まで優しくて、小沢さんからいただいたご縁に感謝します。このように小沢さんに感謝していて、さらに松本さんだけではなく吉田さんとも一夜を過ごしていたようです。 LINE 内では実名こそ出ていませんが、通称的にも吉田さんである可能性が高いのではないかと思います。その記事が出るや否や、松本さんの擁護派と否定派の論争が激しく行われることとなっていきました。ほら見ろ、松本さんほどのお方が性加害なんかするはずがない。だいたい8年前のことを今更蒸し返すのもおかしいじゃないか。ジャニーズの告白に勇気をもらった？それを利用して小銭を稼ぎたかっただけだろ。だいたいなんで週刊誌に告発するんだ？普通警察に行くだろうが。週刊誌に小沢から脅されたって記事があったじゃないか。用意周到なやつみたいだし、カムフラージュのために送らせた可能性もある。若干補足すると、 SNS を見る限り A さんと B さんの情報を混乱されている方がいますが、
実は B さんの方が被害を受けた時期は早く、 LINE が流出したのは A さんの方です。普通に考えたらアルファベットは逆のような気がしますが、 A さんから告げられたワードの方が性加害を想起させるものが多かったため、そのように記載したのではないかと思います。なあ、日本の法律は間違ってるって思わへん？なんで俺みたいな金持ちが嫁を何人も持てへんのか考えられへんわ。え？どうでしょう。絶対そうやって。せやからな、俺の子供を産め。このようにいろいろな意見や情報が入り混じっている現状ですが、松本さんに呆れ返っている方が正直一番多いみたいです。とうとう出たねって。あくまで同意のもとって言いたいんだろうか。同意したしてないに関わらず、胎児ある身でそのような関係に至ったことが問題のように思えるんだけど、不倫自体は固定してるのか？芸人だからそういうことも芸の肥やしとなるのかもしれないけど、今はそういう時代でもないしな。しかもそれを報じた週刊誌って芸能人を擁護することで有名だろう。なんか怪しさも感じちゃうよな。実際その週刊誌は数年前、元 AKB48 の篠田麻里子さんが不倫問題で世間を騒がせていた際、唯一と言っていいほど篠田さんを全力で擁護していました。篠田さんは決して悪くない。旦那にメールで8000万円も要求されたこともあるし、芸能活動までバカにされ続けてきた生活をずっと送ってきたんです。このような経緯もあり、1月5日の報道を見て篠田さんのことを思い出す方も少なからずいたようです。いずれにせよ、混乱している状況の中でどちらが起死回生の一手を打つのか注目していきたいところです。最後に掘り下げていくと、実は松本さんよりも小沢さんの方が闇は深いという意見をご紹介します。注目されたのは芸人のケンドー小林さんのラジオでの発言です。自分って小沢と同じ事務所に移籍したんやっけ？はい、そうです。挨拶は済ませました。そうか、誕生日会に誘われることもあるかもしれんけど、絶対行かん方がええよ。芸能界の闇みたいな感じやから。え、そんなにやばいんですか？一応擁護しとくけど、小沢自体はええやつなんよ。でもその誕生日には売れてへんモデルとかアイドルとか200人くらい参加するんよね。そこで何が起こるか聞かない方が良さそうですね。小林さん以外にも芸人の有吉弘行さんが小沢さんの裏の顔を知っているのではないかと感じる場面があったようです。え、好きな芸人の1位が小沢？なんで？え、なんでって言われても。言っとくけど、小沢だけは選んじゃダメだから。そうなんですか？実は性格が悪いとか？そういうレベルじゃなくて、とにかくテレビで言えないくらいダメだから。このように騒動が発覚する前から危険人物として認定していたようです。実際 B さんとの飲み会の際、松本さん以外にも大物タレントが参加していたことは前述の通りですし、小沢さんを通じて性的欲求を満たそうとしたことがある人は相当数いるのではないかと噂されています。やばい、俺のこともバラされるんじゃ。2023年の旧ジャニーズ問題をきっかけに、いろいろな芸能界の闇が露見するようになってくることを予見していた方も少なくないかもしれませんが、小沢さんを続くと今回の松本さん以上に闇が深そうな事例が出てくるかもしれません。松本は何考えてんだ？ LINE の流出を待ってた感はあるけど、それが性加害否定の根拠に多少はなるかもしれねえ。でもことに及んだってアピールしてるようなもんだって感じだけど。その辺は本人の口から語られることはありませんでしょうし、あくまで推測でしかないのですが、性加害はしていないってアピールを最優先でしたかったのかもしれません。実際今回の性加害疑惑は海外にも取り上げられてしまっていますし、昔から言われてきたジャニーズ問題も海外メディアがそのことを報じたことが大きかったという意見もあるみたいです。なるほどな。海外メディアは報道規制できないだろうし、とにかく早く性加害のイメージを払拭したいって感じなのかもな。でも俺はやっぱ子を持つ親としてはどうなんだろうって目で見ちゃうよ。事件が起こったのは2015年ですが、当時の娘さんの年齢は6歳でまだ幼いです。
娘さんと奥様を傷つける行為はいくら芸人といえど批判されるべきですし、今後どのような終着点にたどり着くのかは不明ですが、いかなる場合にせよ松本さんが反省すべき点は多々あると言えるでしょう。